今月末、比重台演習場で予定されている陸上自衛隊とアメリカ海兵隊による実動訓練を前に、由布市に対策本部が設置されました。防衛省によりますと、比重台演習場を含む5つの県の演習場などで、レゾリュートドラゴンと呼ばれる離島防衛を想定した国内最大規模の訓練が実施される予定です。これを受け、由布市は今朝、由布院庁舎内に対策本部を設置しました。訓練期間は今月28日から来月7日までですが、先発隊・後発隊の到着から出発までの期間、オスプレイの飛行状況などを確認するほか、訓練に関する情報を市のホームページなどで発信します。上空を飛行するということで、そういった安全面も当然なんですけど、騒音対策等もですね、しっかりですね、防衛省の方には開示を求めていきたいと思っています。今回の訓練では陸上自衛隊およそ3000人、アメリカ海兵隊およそ1000人が参加予定です。由布市では県を通じて九州防衛局に安全確保を求める要請を行っています。